カラーネガフィルム、コダカラー 2C126 の紙箱、内包、カートリッジ入りロールフィルム、インスタマチック写真機、コダックインスタマチック100、アグフアマチック写真機、アグフアマチック50。126フィルムは、スチル写真用のフィルムの企画である。コダックが1963年に発表したフィルムと、写真機の企画インスタマチックについてのロールフィルム、 番号であり、インスタマチックフィルムとも呼ばれる。国際標準化機構により、ISO3029 として規格が定義されていたが、現在は廃止されている。1971年に、コダックが導入した、ポケットインスタマチック規格のフィルムとは異なる。110フィルムインスタマチックフィルム以前の1906年に、 コダックが発表した、全く同じロールフィルム番号を持つ、全く別のロールフィルムの企画があった。画面サイズ、41 46、461、2インチ番、同社の写真機、ナンバー 4A フォールディングコダックのためだけの企画であり、1949年3月に廃盤となり、その後、本番号は、インスタマチックフィルムに割り当てられた。現像済みから姉が、二十六フィルム。 パーフォレーション穴は1フレームに1個。コダックのマイナーかつ古いロールフィルム番号である126を割り当て直された新しい126フィルムは製造者にとってはより簡便な機構で写真機を設計製造できることをまた使用者にとっては非常に簡便に写真機を使用できることを大きな目的として開発された本フィルムの企画は 国際標準化機構において ISO3029 として定められていた。また、ホームフィルムの入在面の識別については110フィルム、135フィルムとともに ISO897 として定められている。135フィルム同様の3 5ト、mm、ル幅フィルムを使用し、コマカウンターとして使用されるコマ番号が印刷された裏紙を有する。 フィルムは送り出し側と巻き取り側およびフィルムゲートが一体になったプラスチック製カートリッジに包まれていた。スプールは巻き取り側にのみあり、送り出し側のフィルムは単に巻き込まれているだけであった。パーフォレーション穴は1フレームにつきフィルムの片側にのみ1個、フレームとフレームの間から少しずれた位置に穿がたれてていた。画面サイズは正方形で 28X28mm の フレームがあらかじめフィルムに焼き込まれており、プリントやマウントには 26.5x26.5mm 程度の範囲が使用された。同じく 35mm 幅フィルムを使用して、裏紙も有する 24-24mm 版のボルタ版に比べるとやや大きい画像サイズであった。当初は12枚もしくは20枚取りであったが、後に24枚取りとなった。 写真機への装填はカートリッジを写真機に挿入して蓋を閉めるだけでよく135フィルムのように巻き取りスプールにフィルムを巻き付ける等の操作は必要なかった。撮影済みのフィルムはカートリッジの巻き取り側に収容されるため巻き戻し操作も必要ない。また正方形フォーマットであることで中央構図の区別もない。フィルム感度についてもフィルムゲートの髪型 カートリッジの上端にあるノッチの位置によって写真機に伝達され自動的にセットされた。規格には ISO8 から ISO8000 まで1、3EV 刻みで31段階の感度が定義されており、コダックインスタマチック500などのハイエンド製品の中にはこのノッチを使用して実際のフィルム感度を設定するものもあった。しかし、 そのような気候を一切持たないものや、特定の感度を境に配、炉の2段階でしか、フィルム感度を検知しない、写真機が大部分であった。このような現実もあり、実際に市販されたフィルムの感度も、ISO64 から ISO400 の間に、止まった。企画上は、フィルム下方のカートリッジ加端に、8カ所のノッチの、有無によって255通りの高度を付加できたが、 事実上利用されなかった。裏紙があることと、厚板の有しない構造は、フィルム面の安定性に対する配慮を欠いたもので、また、フィルム全体がカートリッジに包まれていることで写真機側の工夫によって、これに対処することもできないことから、大口径レンズを搭載して正確なピント合わせを必要とする高級写真機の開発には無理があった。 このような技術的背景から、一眼レフカメラ製品は、コンタフレックス126、リコー 126C フレックス TLS、ロレー SL26、およびコダックインストマティックリフレックスの4機種が、市販されたものの、いずれも、後継機種がなくまた短命であった。コダックだけでも1963年から1970年の、間に5000万台。 1977年までに累計7000万台を超える写真機が製造されたが、同社が110フィルム発表後に見せた126フィルムに対する収束姿勢に加え、135反写真機も自動化や使い捨てカメラの普及によって簡便化を遂げたことにより、126フィルムの市場シェアは急速に低下していった。フィルムの生産が終了して以降、 126フィルム用の写真機を使用する場合には同一幅の135フィルムや 35mm 幅に裁断した120フィルムを同フィルムの空カートリッジに巻き直す等の手法がエンドユーザーにより試みられている。1963年コダックはコダックインスタマチック50等の写真機と共に新企画インスタマチックを発表。 この新規格のフィルムが126フィルムである。コダックが採用したこのカートリッジ方式の特許は1962年1月2日にヒューバート・ナーウィンが申請し1964年6月23日に発行したものである。コダックのインスタマチック写真機以外にも1964年にはイタリアのフェラーニアが 126フィルム用の写真機、フェルアーニア 3M エウラマティックを発売している。日本のオリンパス、ミノルタ、ヤシカ等が同フィルムに対応する写真機のシリーズを製造販売した。アグフア・ゲバルトは、アグフア時代の1936年からカートリッジリ3 5トルフィルムの企画、カラートフィルムを持っていたが、インスタマチック発表の翌年に新企画、 ラピッドフィルムを導入して対抗した。しかしラピッドフィルムのシェアは低迷し、1970年には、同社の写真機種会社アグフアカメラベルケが、126フィルム用の写真機アクティオンティーン70の製造販売を開始し、1972年には、126フィルム用の写真機シリーズ、アグフアマチックの製造販売に踏み切らざるを得なくなり、結局は、 インスタマチック陣営に取り込まれることとなった。その後、1971年にコダックは126フィルムを使用する従来のインスタマチックを刷新し、新企画ポケットインスタマチックを発表した。この110フィルムの画面サイズは13、17mm 版でインスタマチックよりもかなり小さいものであった。110フィルム発表後、同社は 126フィルム用写真機の生産を収束に向かわせる。一方、ドイツコダックなどはポケットインスタマチック時代以降もインスタマチック写真機を製造販売した。コダックは1999年12月31日に126フィルムの生産を終了。36年間の歴史を終了した。富士フィルム、アグフアゲバルトも生産を終了。 フェラーニアも2007年にソラリス FG200 から24126の生産を終了した。アドックスがフェラーニアから OEM を受けて製造を販売していたアドカラーインスタマチック 200ADC126 も生産を中止、2012年末に製造再開できるかどうかの分析を明らかにするとアドックスは発表している。フェラーニアのカラーネガフィルム ソラリス FG200 から24126。いずれも生産終了品である。コダックインスタマチック233。コダックインスタマチック X-15。コダックインスタマチック 155X。いずれも生産終了品である。アグフアマチック300センサーとアグフア製カラーネガフィルムアグフアカラー HDC プラス200126。200 ガフ百三十六 x f アーガスレイディケアフリー。ペラーニア 3M エウラマティック FC。キャノンの銀塩コンパクトカメラ製品一覧百二十六フィルム仕様カメラ参照。ペラーニア百二十六フィルム仕様カメラ参照。ガフマテリアルズは九百六十七年にアンスコを買収した、米国の企業で、少数の写真機を製造販売した後。 1978年にアンスコに関する権利は OEM 先であった香港の高活セリの経営する派勤者に譲渡された。コダックがポケットインスタマチックを発表した後には110フィルムを使用するガフ2 2 0インスタントロードを発表している。イルフォード126フィルム使用カメラ参照。ドイツコダックに関しては ナーゲル126フィルム使用カメラ参照。コニカのカメラ製品一覧にー226フィルム使用カメラ参照。ミノルタのカメラ製品一覧にー226フィルム使用カメラ参照。オリンパス126フィルム使用カメラ参照。ローライ A26。ローライ126フィルム使用カメラ参照。ヤシカのカメラ製品一覧にー226。 フィルム使用カメラ参照。コンタフレックス126フィルム使用カメラ参照。フォクトレンバーのコンパクトカメラ製品一覧126フィルム使用カメラ参照。ありがとうございます。